バンドのロゴスキャンダルは日本のガールズロックバンドである。2006年に大阪の京橋で結成された。2008年10月にメジャーデビュー。所属事務所はルーフトップ。所属レコード会社はビクターエンタテインメントカラフルレコーズ内のプライベートレーベル、h、はあ、詳細は各項目を参照。2006年8月21日に キャレスボーカルダンススクール大阪校所属のともみとりな、名古屋校所属の春菜とまみの4名で結成した。通う学校は異なったが、春菜とともみは顔見知り程度の面識はあった。スクール講師の楽器をやってみないかという誘いをきっかけに楽器を始める。ダンススクールの中での楽器演奏レッスンというシチュエーションでは、 興味を持続できず途中で辞めた生徒が多い中、継続できたのがこの4人だった。スキャンダルというバンド名は、その当時ダンススクールの向かいにあった、風俗店の店名に由来する。結成後間もなく、路上パフォーマンスが多く行われる、大阪城公園でのストリートライブを行い、関西地方のライブハウスでもライブを行うようになる。2007年に、PSPO。 ゲーム、スターオーシャンにセカンドエボリューションのテーマソングの担当に抜擢される。バンド名のスキャンダルは、以前練習で使用していた大阪市宮古島区、京橋にあるスタジオ、ブラザーズが入居しているビルの、別の木澤橋に入居していた老舗のセクシーキャバクラの名前が由来である。 イベント出演が決定した際まだバンド名がなく、練習後にビルを見たところ、一番大きく光る看板に、スキャンダルと書かれており、そこからノリで付けたという。大阪城ホールで初の単独公演を行った。前日の2013年3月2日には、ナース女学院名義で、大阪市内のライブハウスで、シークレットライブを行っている。 最高位はすべて週刊オリコンチャートのジュニーオリジナル曲カバー曲2012年10月にメンバーがプロデュースを手掛けるアッパレルブランドフィードバックの設立を発表2016年3月には渋谷に実店舗を開店したが2020年8月末をもって閉店したため現在は EC サイトのみにて販売しているまた今後は 期間限定のポップアップストアを各地域に出展するなどの展開を予定している。2020年5月に新ブランドロゴを発表した際にブランド名の表記がフィードバックからフィードバックに変更された。スキャンダルは2010年から2015年まで年1回女子中高生のみまたは女子中高生が所属する男女混成バンド限定のコピーバンド ボーカリストコンテストを開催していた。最も優れたバンドに贈られるグランプリの他それぞれのメンバーによる個人賞もある。過去に決勝進出したバンドの内ンコブチン、カニカピールは後にメジャーデビューし、2015年の第6回大会では共演を果たしている。ノイズレスピックアップ、3バンド EQ アクティブ回路、ボス、シブマイナス5、EBS、 マルチカンプ、テック2133プ、ベースドライバー DI、カスタムオーディオジャパン、AC、DC ステーション、MXR、ベース DIM-80、フェンダー、サブ、ライムベースファズペダル、MXR、10。バンドグラフィック EQ、プロビデンス、PEC-2、フリーザトーン、シグナルジャンクションボックス JB-41S、フリーザトーン。 pa-1qb プログラマブルアナログ10バンド EQ バルカン XL ベースオーバードライブボス MD-500 モジュレーション過去のレギュラー番組た他ありがとうございます